宮公演が終わりましたよ。こんばんは。こんばんは。宮公演が終わりまして、ホテルに帰ってきました。のすごい、みんな宮公演楽しくって、めちゃめちゃテンション高くって、なんか一人になったら寂しいので、ちょっとだけインスタライブします。コメントにもインスタライブしてって言ってくれてたので、インスタライブします。三重ですね。三重ですけれども、皆様今日来たよっていう人、なんかあのインスタのコメントによると、あの終電がなくなっちゃうからって言って、すごい皆さんダッシュで帰られたと聞きましたが、皆さんちゃんと終電逃さず帰れましたか？大丈夫？帰れたかな？ね、すごい、なんかもうすごいダッシュしてたってね。こんばんは。福岡行くよ。大阪両日行きます。宮城最終行きます。武蔵野森楽しみです。わー、みんな来てくれるんだね、ありがとうね。あ、今日エグザイルさんのライブ行ったの。いいの、行きたい。エグザイルさんのライブ、なんかエグザイルさんのライブすごい行きたいんだよね。みんないいってすごく、もうエグザイルさんのライブやばいって友達からも聞いたし、スタッフさんからも聞いたし、行きたいんです。うん、新潟行くよ。静岡小日参戦しました。嬉しい。三重で何食べたか、え、待って、フルラン逃しちゃったの。大丈夫？どういう、え、結構会場の周り暗かったけど大丈夫ですか？終電逃したらどうするの？どうやって帰るの？大丈夫かな？心配。気をつけてね、夜だから。うん、ご当地なのかな、あれ。なんかね、マネージャーさんがね、ビフテキ丼差し入れしてくれて、本番前と本番後と2つ食べました。めっちゃ美味しかったです。ビフテキ丼とコロッケ。うん、あの本番前は1人で1個食べて、本番後はさあちゃんと2人で半分ずつしたんですよ。そうなの。みんな、え、結構終電逃した人いるので、みんな本当に気をつけてくださいね。びっくりだ。うん、でもなんかね、ギリギリまで行ってくれて、最後まであの見てくれてたんだろうなって、それがね、思ったらすごく嬉しいですけど、終電逃しちゃったか、それは残念だ。何もできないけど、もしあのこのインスタライブを見て歩いてたりしてたらどうしよう。なんか危ないから、誰かと電話して歩いてた、お母さんと電話したりとかさ、したらいいですけどね。ね、気をつけてね。ねえ、亜美さん結婚しましたね。おめでとうございます。まさかのね、すごい。もう亜美さんも大人ですもんね。なんか幸せそうですよね。インスタ見ました？亜美さんのインスタ、なんかすごく幸せそうでいいなって思った。ねえ、あ、タクシー、みんなタクシー乗るの？すごいね、大人。タクシー飲んでもね、高いね、タクシーね。電車の方が全然ね、安くていいよね。ガソリンがなくなりそう、危なかった。おー、危ないよ。セーフ、もうね、ギリギリ。あ、そう、キャンキャンの表紙かわいい。ありがとうございます。レレーン。コンビニでキャンキャン買ってきました。MC で、今日 MC で、皆さん帰りはコンビニに寄ってキャンキャン買ってくださいねって言ったから、自分もちょっと帰りにコンビニ寄ってキャンキャン買いました。すごいんだよ。可愛いんだからね、今月のキャンキャンもみんな。しかもね、聞いてくれる？皆さん。なんかキャンキャンでね、
あのまあこのあトモさんトモさんあのギャンギャンにねこの4大キャラ別エミフェミ着回し7デイズ7デイズかっていうのがあって、この4人が4大キャラを演じてるんですよ。で私何任されたと思います？これでね、色っぽエシカル担当なわけ。色っぽってついてるわけですよ。ねえびっくりじゃない？私がキャンキャンに入ったのが17歳の時、高校2年生の時なんですよね。その時から本当に去年一昨年ぐらいまでなんか結構大学生とかなんかカジュアルな感じとか、どっちかというとアクティブ女子とかカジュアル系だったの。なのになんと私色っぽ担当になりまして、ナチュラルで女らしい色っぽなんだって。どうする？そんな私を見てほしいです皆さんに。なのでキャンキャンぜひ皆さん見てください。私も色っぽくなったみたいね、まさかのトモさんが見てたっていうねありがとうございますねえ、みんな聞いてくれてありがとう私の話色気出せた、出せたみたいねえ。そう、生活習慣の改善って何したのって何だ、あれか、いやあれかあれかってあの痩せた話かい。生活習慣の改善は、あでも早寝早起きになりました。こうなんかこうやってライブとか仕事とかあるとちょっと遅くなっちゃうけど、なんか本当に何もない日というか、夕方に仕事が終わるとか夜に仕事が終わったらなるべく12時にはベッドに入るようにして寝て、まあ大体8時間9時間ぐらいは寝るようにして、やっぱ睡眠ってすごいカロリー消費するんですって。だからやっぱ睡眠ってすごいいいし、あの睡眠してカロリー消費するじゃん、あとお肌も綺麗になるし、いいことばっかりです睡眠。だからそう睡眠とったり、あとはこうご飯行った時とかもあんまりお酒を飲まなくなりました。そうやっぱ私お酒飲むと結構おつまみ食べたりとかご飯もすごく進んじゃうんですけど、お酒を飲むこともあんまりしなくなりました。あらいい感じになります。それが生活習慣の改善あガールズガールズのクレアちゃんに似てる、あなんかそう言われたことあります。あのガールズガールズのさ、こうね、ほんと中学生の時の私にめちゃ似てるんですよね。メンバーにも言われたし、なんかファンの人があの中学生の時のカエルとそのクレアちゃんの写真を並べてやってくれてたけど、すごい自分でも似てるなと思った。私みたいになるのかな、ほんと可愛くなっちゃうよねガールズガールズなんてね、めっちゃ可愛かったもん。カレンちゃんは JJ のヒョロ、そうね、間違えちゃった、ソロってソロ表紙って言いたかったんですけど混ざってヒョロになっちゃった。あとちょっとで受験、頑張って。昨日マラソン大会お疲れ。ライブの時ネームボード見えてますか？見えてます。結構嬉しくてわーとか、ここら、もうここじゃないか、こうやってここにネイボードやってくれてたりとかすると、あー嬉しいみたいな、応援してくれてるんだと思って。そうなんかね、みんなね、しかもねネームボードとかもそれぞれじゃないですか。なんか多分その皆さんが好きな写真をなんかやってくれてたりとか、なんか名前も漢字で書いてる人がいたり、フルネームの人がいたり、あのローマ字の人がいたり、ひらがなの人がいたり、なんかすごいみんなね自分の好きなようにやってくれてて、それ見るの結構好きだし楽しいですよ。みんなありがたい。いつも今日20歳になったの、おめでとう。まだまだこれからです、人生若いね。なんかね最近すごい慣れたんです。なんかスタッフさんと話してて、
もう24歳ですけれども、私はなんかファンの皆さんって結構自分より年下、学生の皆さんとかなんかね、そう年下の20歳とか21歳22歳23歳とかね、多いでしょ。でも20代前半は同年代だけれども、高校生とか中学生ってまあ言ったら同年代ではないじゃないですか。だってもう7個8個離れてるし、なんかね、それなのになんかハイタッチ会とか来てくれたら本当に高校生、学生の皆さんに申し訳ないんですけども、わっ同世代って思っちゃうの。それめっちゃ思って、その後にあ違うみたいな、もう24だ、うん、ってなることが多々あるっていうだけの話ごめんね、こんな話をさしてさ面白いんかいねえ。そう今日やばい、 MC もう本当に恥ずかしかったわ。そう歌っちゃったよね、もうやっちゃったよね、恥ずかしかった、本当に恥ずかしかった。ゴールミュージックやってしまったよね。なんか MC で、去年 MC でなんかすごいパフォーマーパートでなんかみんな、石井ちゃんとかも映画の告知、のんちゃんも映画の告知、私告知なくて、すごい勝手に鷲尾さんの告知をさせていただいて、それでなんか私音源鷲尾さんからもらって結構好きだ、あの歌コールミーシック聞いてたからって言って、なんかもうちょっと歌わせていただいちゃって、さあもう最悪でした、本当にまだまだだ。でもその後にレイナにアンコールってファンの人が言ってくれたんですよ、なんかアンコールアンコールって。さすがにもう一回私の歌をアンコール、ちょっともうきついアリーナで、もう自分でもきつかったから、ちょっとレイナに無茶ぶりで、じゃあご本人がちょっと歌ってもらえますかって言ったら、レイナが優しく歌ってくれたから、もうまさか三重公演でレイナのソロ曲本人が生歌を披露、初公開でしたね。本当に、まあ、レイナファンの皆様からは、今日来たファンの皆様からはインスタでありがとうって、レイナの歌聴けてよかったって言ってもらえたから、まあよかったかなと思います。本当にいい歌だよコールミーシック。ゆずのもインスタライブ始めたの。ゆずのインスタライブって面白そうだよね。どんな感じなんだろうね。ねえ。お、リオだ。リオ、早く東京帰ってきてくださいって。明日帰ります。こないだリオとバレンタイン2人で過ごして、昨日は、2時間ぐらいリオと電話してたんですよ、夜。やばいですよね、本当に。2時間なんか、いろいろね、空いてますか、今日何してますか、今日何してますかって言ってくれたんだけど、タイミングが合わなくて、下空きの2時間電話しちゃった。ね、みんなさ、ファンの皆さんってさ、パフォーマーに歌わせるの好きよね。パフォーマーも歌好きなんだろうけど、なんか恥ずかしいんだよ、歌いたい歌いたい歌いたいとか言うくせに恥ずかしくなるんだよね。ギャーン。そう、鷲尾さんってほんといい声してるよね。なんかゆずの音楽かけて踊ってんのすごいじゃん、楽しそうじゃん。あら、明日英検の面接だって、頑張って、本当に
ね、皆さんも気をつけてくださいね、コロナウイルスね、コロナ気をつけてって言ってくれる人いっぱいいるけどね、マスクして手洗いうがいで、でなんだっけ、なんかあのアルコール消毒もいいと思うし、まあもう当たり前だけど当たり前のことはちゃんとやるっていうのが一番いいかもしれないですね。ね。あら、みんな、うん、ライブのメイクはセルフじゃないの、メイちゃんとメイクさんにやってもらってます。あの今日はね、ノーキラキラなの。なんか静岡の時とかはすごいキラキラをいっぱいつけてたんですけど、今日はちょっと今はもうリップがちょっとピンクベージュなんですけど、ちょっと濃いリップをしたいなと思って、キラキラに濃いリップだともう強い強いってなるから、今日はちょっとあんまりあのスモーキーな感じにしたの。分かったな、こういう感じになります。そう、なんかね、その時の気分とかで髪型もメイクも変えるのが楽しい。カエルってなんか男の子っぽいとかってかっこいい。でも中身が本当に男の子みたいなんだよね。どうしたものか。でも色っぽ任されてるよ。こちらのキャンキャンでは私は色っぽ担当です。任されてます。この顔がちょっとでもなんかさ、あんまりちょっと個人的にはうんって感じだけど、でもポーちゃんもあかねちゃんもれんちゃんもメタメタ可愛いです。でもさ、このさ写真だけで言うとさ、なんか色っぽ担当っぽい顔してるよね、一応。どうでもすごい可愛い、みんな本当に可愛いんだ。え、ドラえもんが見守るのび太&静香の婚姻届だって。アミさんこれで書いてほしかったの、婚姻届。ありがとう。なんかさ、ね、私は今これ何分くらいやっているの、なんか画面のね、ここ壊れちゃ、ここがあの暗、何ここ、あの画面のこの上のあれなんだっけ、これなんていうの、あの時間出るところがなんか見え、暗くなっちゃったの、今時間が見えなくって、そう、ちょっとどれぐらいやってるんだろうと思って。え、看護師国家試験お疲れ様です。素敵、婚約指輪を買いました、だって。お幸せになってくださいね。20分くらい？もう20分も喋ってんの？私、本当に。20分も一人で喋ってんのね。結局おしゃべりってところ？ああ。20分。鼻つまんで話して面白いの？あ、誕生日おめでとう。誕生日の人もいるんだね。あ、鬼滅の刃とコラボしてるゲーム、そんなのあるの。鬼滅はもう漫画が面白いよね、最高。大好き鬼滅の刃。今日もう楽屋で本番前にみんなでもう鬼滅見てないメンバーに、いやもうほんと見て、ほんと見て、ほんと見て、ほんと見てって鬼滅見てるメンバーでおすすめしたの。
皆さんも見てみてくださいね。明日も仕事なの頑張ってください。テスト週間、わーおー、頑張ってね。今日誕生日、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう。みんな何歳なの、みんな何歳なのさ、ね、来週高校卒業、卒業おめでとうございます。うちの妹も高校卒業だ。2001年生まれなんだよ、知ってる？今年の高校卒業する人たちって、もうやばいよね。2000年代生まれっていうのがもう信じられない。鬼滅はやっぱり炭治郎かな、最高だよね。あ、そういえばね、髪の毛ね、これぐらいまで切りたいんだけど、どう思いますか皆さん。顎ら辺で切りたいの。あ、切りたいっても今これもちょっとあれなんですけど、なんか長いのも好きなの自分的には。でもなんかわかんないけど、あの最近これぐらいで、海外のね方がこれぐらい、ハイトーンでこれぐらいで切ってて、これぐらいの前髪の人がいて、なんかすっごい可愛くて、自分がその顔になれるわけじゃないのに、なんかすごいこれぐらいに切りたい欲になって、どうなのかな。でもやっぱさ、どうなんだろうね、やっぱ長い方がさ女性っぽいじゃないですか。わかんないけど、男の子みたいになりそうだなとはちょっと思っちゃって。どうなの？でもこれじゃわかんないもんね。今日試したんだよ。迷い中なの今だから。まあ、いろいろ、何？確認は取らなきゃいけないんだけど、切るって言ったって、切るって言ったって自分の意思だけじゃ切れないから、いろいろ、あれだけど、なんか、ここら辺のボブとかはさ、あるでしょ私。まあ、これぐらい、なんかこれぐらいはあるじゃない？なんか、もう、顎ラインってさ、ないわけ。なんか、今やったら逆に大人っぽいのかなって。どうなんだろう。そう、これぐらいのボブってこと。でも、ロングがいいって人もいるよね。やっぱね、今がいい、ほらね。そうだから分かれるんだよね。だからまあね、皆さんに聞いて、この真っ黒オン眉ね、それは2016年ぐらいにやってたかな。これぐらいオン眉で真っ黒で、あ、カレンもインスタライブ始めたの。みんなカレンの可愛いインスタライブ見ておいで。カレンはじゃあそろそろあれかな、ロングの方が似合うとか何してもいいの、ボブ、あー前髪より、あ、優しい、みんなが似合うって言ってくれて。じゃあみんな、私はやりたいようにいつも髪の毛、こうやって聞くんですけど、結局やりたいようにやっちゃうんですよ、自分のように。なのでどんな髪型になっても優しくしてください、応援してください。似合わなかったら似合わないって言ってね。でもじゃあお風呂入ろっかな、そろそろ。質問タイム？でももう私30分くらい多分やってるよ。こういうさキャラクターいない？昔ガチャピンに似てるって言われたことあるんだよね、ママに。似てる？
なんかさ、プカリンのもさ、なんだっけあれ、昔のネバーエンディングストーリーのファルコンにも似てるって言われたことある。それだけ。それでは、あ、スティッチに似てる。彼スティッチの声真似をね、この間ね、おばあちゃん家にもう家族全員集まったんですよ。おばあちゃんもじいちゃんもいとことかも。で、うちの家族ってなんかちょっと不思議で、みんなでなんだっけ、ご飯食べたらなんか特技、ママが急に特技披露の時間とか言って、一人一個ずつ特技を披露してくださいみたいなとか、なんかその時間があるの。昔だったらなんかダンス披露とか、なんか催し物で、なんか特技披露何でもいいよとか言われて、いとこはね、すごいミュージカルみたいなのを一人でやってくれたわけ。ディズニーのパレードを一人で踊ってくれたのとか、なんかディズニーのキャストさんのモノマネとかなんだけど、私はなんかもう何もなんか、ダンスするのも恥ずかしいじゃん、なんか何もなくって、スティッチのモノマネしたの。したらもうすぐ全然似てないって言われて、もっと練習してくださいって言われちゃった。妹と弟は二人で恋、なんだっけ、ニッシーさんの恋だ、トリコダンス二人で踊ってたよ。あとはもうジェスチャーゲームを家族全員でやったりとかして、そう、すごい面白かった。なんかもうピンってやるんだけど、アプリですごい面白かったジェスチャーゲーム。まあそんな感じかな。なんか終わるのは寂しいね。終わるは終わるでね。ね、なんか一人寂しいんだよ、知ってる？失礼します。ま、知ってる？一人暮らしとかさ、寂しくない？一人暮らしの人結構寂しいんだよね。一人寂しがりだから、だからなんか最近はすぐ結構実家帰っちゃうんだね。え、バイバイ寂しいよね。友達といてもさ、バイバイってすんのさ、寂しくない？寂しい。だから今も寂しい気持ち。ライブの最後もバイバイってすっごい楽しいんだけど、バイバイってするときはちょっと寂しい気持ち、やっぱり寂しいよ今も。寂しい、バイバイしたらね、バイバイするけどね。じゃあそろそろバイバイしよう。寂しいけど、寂しいけど、そろそろバイバイの。充電がないですよって言われちゃった携帯に。じゃあ寂しいけどバイバイしましょう。みんな本当に今日はライブに来てくださった皆さんはありがとうございました。そして応援してくださった皆さんもありがとうございました。そしてインスタライブを見てくださった皆さんもありがとうございました。じゃあ皆さんバイバイ、おやすみ、おやすみ。あ、終電乗れなかった、逃しちゃった人、気をつけて帰ってくださいね。おやすみ、バイバーイ。